ロンドンリンネ協会、ロンドンリンネ協会、ラニアンソサエティー・オブ・ロンドンは、イギリスのロンドンにある分類学、博物学の研究と普及を目的とした学術機関である。生物学的に重要な標本や原稿、文献のコレクションを所有しており、植物学、動物学に関わる学術誌を出版している。また本協会や分類学の歴史についてのレビュー誌で、ある、 さらにンの発行も行っている。本教会はまた、その分野での功績に対し、多くの権威あるメダルや、賞の授与も行っている。ジェームズ・エドワード・スミス・リンネ教会は、植物学者、ジェームズ・エドワード・スミスによって1788年に、設立された。教会名は、スウェーデンの博物学者、カール・フォン・リンネに由来する。現存する世界で最も古い博物学の、 教会である。チャールズ・ダーウィン著名な教会のフェローに、1854年からフェローであったチャールズ・ダーウィンと、彼の子で1875年からフェローであったフランシス・ダーウィンがいる。その他の著名なフェローには、細胞核の命名者で、ブラウン運動を発見した、イギリスの植物学者、ロバート・ブラウンがおり、彼は1849年から1853年まで、 会長を務めた。自然選択説による進化論は1858年7月1日のリンネ協会の会合で初めて公表された。チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォレスの共同執筆による論文は二人が出席できなかったため、ジョセフ・ダルトン・フッカーとチャールズ・ライエルにより発表された。初の女性会長はイギリスの植物学者アイリーン・マントンである。 彼女は、電子顕微鏡の生物学的利用の先駆けであり、彼女の研究により、細胞運動の多くのシステムの中心である弁網や、専毛の構造が、明らかになった。2007年5月29日、輪廻協会で開催された、輪廻誕生300年記念行事において、日本の天皇昭人は、基調講演、輪廻と日本の分類学から、 生誕300年を記念してを行った。ザ・ラニアン・ソサイティ・オブ・ロンドン本教会は、ロンドン・ピカゲリーにあるバーリントンハウスに本部を置く。会員になるためには、最低2名のフェローによる、指名の後、投票によって選ばれる必要がある。本教会のフェローは、名前の後に、FLS のポストノミナルレターズをつけることができる。フェロー制は、プロアマ問わず、博物学や、 周辺の専門分野に積極的な興味を持つ者に対して広く門戸を開いている。林年協会は進化、分類、生物多様性、持続可能性を重点として生物科学のあらゆる側面の研究を推進することを目的としている。協会は表彰や補助金を通じてこれらの分野で優秀な実績を上げた人、団体を社会的に認め、奨励している。 下記のメダルと賞が、リンネ協会により授与される。The Library of the サ a n ィ a n Society バーリントンハウスカール・フォン・リンネの植物学及び動物学に関するコレクションは、リンネ協会の初代会長であるジェームズ・エドワード・スミスによって1783年に購入され、現在はロンドンの本協会で保管されている。 コレクションは14,000の植物と158の魚類、3198の昆虫類、1600冊の本、3000通の手紙、書類からなっており、予約を取ることで閲覧することができる。スミス自身のコレクションもまた本協会で保管されている。これはリバプール国立美術館のスミス植物園事業によりデータベース化されており、6000の標本が洗浄。 修復された。アルフレッド・ラッセル・ウォレス・ノートブックスその他の注目すべきコレクションとして、アルフレッド・ラッセル・ウォレスのノートや記録、フランシス・ブキャナン・ハーミルトンがネパールで書いた植物や動物の絵等がある。2014年12月には本協会のコレクションはイギリス芸術協議会により国家的に重要なコレクションのリストに加えられた。 輪廻協会が創刊し、出版したジャーナルの中で、現代もまだ発行されているものとして、下記のジャーナルがある。ザ・バイオロジカル・ジャーナル・オブ・ザ・ラニアン・ソサイティ、ボタニカル・ジャーナル・オブ・ザ・ラニアン・ソサイティ、ズーロジカル・ジャーナル・オブ・ザ・ラニアン・ソサイティ。動物の系統と進化に着目している。また、ザ・ラニアンは、半年ごとのニュースレターである。これは、最近の活動やイベント、歴史。 科学に関する記事、教会に関係する人々の伝記、あるいは書評、参考資料等を掲載している。教会はまた、書籍やフィールドガイドのシリーズであるシナピシス・オブ・ザ・ブリティッシュ・ファウナも発行している。ありがとうございます。